い、皆さんこんにちは、踊る夏子です。今日のお家でタップ、前回に引き続き番外編でタップシューズを紹介したいと思います。まあタップダンスやってらっしゃらない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、やってる方にも参考になるかなと思っています。まず、私がメインで履いているのは5足です。はい、それでは私の使っているシューズを紹介します。ハイヒールが2足と、オックスフォードと言われるこういうのですね。オックスフォードタイプのが3足です。はい、ですね、この3足は全部同じなんですけれども、 K360 というカペジオの K360 というものです。で、全部同じ加工にしています。厚底仕上げっていうんですが、ここの底の部分、これ分かりづらいね、普通のシューズの倍ぐらい革底を厚くする加工があるんですけれども、いつもそれをお願いしています。なぜかというと、それで少し重たくなるんですけど、重たくなることで、私は、音の幅を作りやすい、大きい音から小さい音まで使いやすいなと思っていて、全部そうしてます。時々ですね、靴がボロボロになって減ったりした時には、全部だいたい4ミリにしてると思うんですけど、時々5ミリにする時もあります。これなんかはそこだけ貼り直したと思いますね。はい。で、ハイヒールも同じ加工に全部してるんですけれども、もともとが軽い、靴自体が軽いので音は随分違います。あとはこのタップスの大きさが、ハイヒールの場合はかかとが小さくなりますよね。なのでね、音が違うようになります。で、オックスフォードもハイヒールもこの塔のサイズは同じものにしています。2番です。全部2番です。そして全部、加工を同じにしてると言ったの、この間に挟む素材があるんですけど、それもボール紙っていう、黒ボードって呼ばれてるかな、黒ボードっていう紙っぽい素材のものを間に挟む加工にしています。はい、だけどこれ全部音が違うんです。で、なんで全部同じ加工にしてるかというと、この1足目だった K360 のこの黒いのがもう25年履いている靴なんですが、この音が大好きすぎて、新しい靴もこの音に近づけようといつも思ってるんですけれども、全然同じになんないですね。もともと革の素材とか一頭一頭違う、ね、動物の革なので、違う音に、ね、なるんですね。はい。で、この黒い靴今綺麗ですけれども、実はこれ、もう二重に、わからないかな、二重に革が貼られてるんです。かかととかもこの部分とかですね、もうボロボロを通り越して、横から指が出てきたりとかするぐらい履いて、上に、丸ごとこう貼ってもらってるんですね。で、なんでそこまでして履くんですかねって思うんですけど、やっぱりこの音が好きすぎるんですね。あとはもう25年も履いていると、とてもしなやかで、革のきしみがならない。これ今中に、これが鳴ってますね。
しい靴だと、わかりますかね、革がギシギシ言うんですよ、履いてて。はい。で、私このギシギシが気になっちゃうので、ギシギシ言わなくなるまで本番であまり履かないんですが、これはもう10年履いてて、これ初め白いシューズだったんですね。こんな綺麗な靴だったんですけれども、やっぱりもうボロボロになって穴が開いてきたので、その時に色を黄緑色に塗ってもらって、穴の開いたところにこれは金継ぎをしました。金の皮を貼ってもらったんです。なのでこんな風になってます。こういうとこも破れてしまうんですね、ヘリが。これももう少し破れ始めてますけど、はい。で、そういうの全部修理して長いことを履いています。内側とかもね、これ貼り直してもらってるんですけど、内側が破れてボロボロになって、なんかこう足になんか刺さったりとかするようになるんですね。こういうかかとの素材とかが刺さったりとかし始めたら、はい、直してもらってます。そうですね、あれビョンくん、はい。で、こうそれぞれのみんな自分の出したい音へのこだわりとかがあると思うんですけれども、あとは私は全部この中底、中敷きは全部抜いています。この中にね、なんかちゃんとした靴底が入ってるんですけど、それはいつもベリベリ剥がして取ってしまっています。その方が私の好みな音になるんですね。はい。で、これがオックスフォードでした。はい、次ね、ハイヒール。ハイヒールね、2個ありまして、こっちが一番最初に試したものですね。なんとかプロフェッショナルって言ったかな、ステージプロフェッショナルって言ったかな、ちょっと忘れてしまったんですけど、このかかとの高さ2種類あって、4センチかな、ちょっとそれも忘れてしまったんですけど、これ初めとベージュでした。ベーハイ、うん、オーソドックスなベージュだったんですけど、はい、何、途中でちょっと演目に合わせて銀色シルバーに塗り直したもので、これはねすごい気に入ってます。軽いのに重い音がするんですよ、意外と。やっぱりね、作品を作った思い出が詰まっていって、大好きになりますね、靴のことね。はい。で、こちらはあれですね、まだ3年か4年くらいだと思うんですけれども、この革、なんていうの、オックスフォードっぽい形のハイヒール、これって結構ここに足がすぐ出てるから無防備じゃないですか。なんて言ったらいいんですかね、ここがこうある方が足的には安心というか、守られてる感があるので、これでハードなことするのはちょっとね、怖いというか、怖いわけじゃないけど、まあちょっと上が守られてるヒールもいいかなと思って初めてこれ買ってみたんですけどね。これはね、やっぱりそうしっかりしてる分、なかなかこのきしみがまだ気になるので、でもだいぶ履けるようになってきた感じですね。で、ハイヒールはあんまりぐにゃぐにゃにできない仕組みになってるんですね。ここが硬いものが入っていて、そうしないとこの形がキープできないので、オックスフォードの方はこれはもうここ何にも入ってないので、ほらね、柔らかいんですけど、これが
がだからやっぱり一番硬い音がするかなと思います。でもね、色とかなんかいいじゃないですか、うん、これはね好きですね。で、割と私は裏を黒に塗ってます。これ黒とベージュとあるんですけど、ベージュにしてるのは多分この一足だけ。あとは白い靴も白黒にしています。それはなんか白が汚れて色を変えた時にも黒だったら何でも合うかなと思っています。そんなところかな。で、まあ、このいつも乾燥剤をね入れています。これはあのピアノの乾燥剤がね、毎年1回こう調律とかするときにもういらなくなって出てくるんですけど、それ日に当てて干すとまた使えるので、もうこう全部小分けにして靴のやつにしてます。時々こういう風に人からいただいたりして、これは福祉施設で作ってるコーヒーのカスを乾かしたやつで、いい匂いです。はい、ということで、全部ね、音の聞き比べも、吐き比べ、ちょっと雨に歌えばでやってみようかなと思うんですけど、雨に歌えばの冒頭のフレーズ、I'm singing the rain のところのタップのフレーズをちょっと全部の靴でやってみますね。ということで、今日はタップシューズの紹介でした。私はこれは、全部東中野にあるベースメントさんというタップシューズのリペア販売専門店でやっていただいています。この靴だけはあれですね、東中野じゃなかった時です。まだベースメントさんが浅草橋だったかな、なんか違うところにお店が、すごく小さいお店があった時に購入したもので、家賃ですね、その月の家賃で買っちゃった覚えがありますその月どうやって家賃払ったのかとか覚えてないですけど、いやもうあの靴買うしかないだろうと思って家賃をつぎ込んだ靴、今も25年経っても履いていますということで、靴ね、ずっとこう修理して長く履けるの で音も自分の気に入る音になっていくと思うので、皆さんも大事に履いてください。はい、今日はタップシューズの話でした。それではまたね。